あの魔物には近づかない方がいいわ。私でも勝てるかどうか怪しいもの。魔物に限ったことじゃないけど、街道を離れれば離れるほど危ないことも多くなるの。安全に旅をするなら街道を離れるな。これは旅の鉄則よ。覚えておいてね。分かったよ。気をつけるね。でも決まった道を進むだけじゃつまらないし、しっかり注意すればどこに行っても大丈夫だよね。
車の部品出来上がり。それどう？そうか、悪いけど風車の前まで来てくれるかな。そこで部品を受け取るからさ。それじゃ。ありがとう。風車の部品、しかし随分と出来が。とにかくすぐに風車を直しちゃうから、ちょっと待っててね。ふう、これで今度こそ大丈夫なはず。リオンさん、私の部品問題なかったですか？うん、バッチリ。ごめんね、僕がダメダメなせいで迷惑をかけて。ダメダメだなんて、そんな。いや、今回だって。でもね、こんな何度も落ちたけど諦めるのは嫌だった。僕とは違ってフィリスさんは
だから君にこれを。これって公認試験の推薦状だよ。いろいろ手伝ってもらったお礼と今後の期待を込めてね。ありがとうございます。僕ももっと錬金術を頑張るよ。今回は本当に君に助けられっぱ。いつかどんな困りごとも一人で解決できるようなそんな錬金術師になってみせる。だからフィリスさんも試験頑張ってね。はい、頑張ります。もしかして。夜はしっかり寝ないとお肌に良くないんだぞ。